西中洲のレストランレザンドールでございます。こちら西中洲で14周年を迎えましたフランス料理のレストランでございます。ウェイティングスペースにもなりますカウンターを設けておりまして、そちらではワインバーとしてもご利用いただけます。通常はフランスワインを中心にご用意しておりますけれども、今回ワン九州ミュージアム2021の開催期間中に合わせまして、九州のワイン4種類をバーカウンターの方でもご用意させていただきます。まずは日本最西端のワインでございますが、長崎県五島列島で作られております五島ワイン、キャンベルアーリーの、ロゼスパークリングでございます。今年4月に開催されました、女性審査員による、コンクール、桜アワード2021で、ゴールドを、獲得いたしました。素晴らしいワインの一つでございます。潮風ですね、浴びながら育ったブドウということもありまして、タイプとしてはほんのりドライいちごですとかチェリーのような甘やかな香りがある中に、潮風を感じるような少しこう塩味があるところが特徴でございます。お食前酒でもお楽しみいただけますし、食中にも、十分お楽しみいただける、すごくチャーミングなワインでございます。続いてご紹介いたしますのが、熊本ワインのデラウェアでございます。デラウェアの特徴でございます、フレッシュなブドウをこうつるんとこう、いただいた時のような、非常にこうアロマが香る、ワインでございます。タイプとしては、すっきりドライな感じに仕上がって、後からほんのりこう甘い香りが、いたしますワインでございます。こちらの、ワインも、2019年に、行われました日本でのもう最高のワイン2019において愛好家部門では、シルバー賞、専門家部門ではゴールドを、取りましたワインでございます。非常にこう華やかな香りが特徴でございます。続きまして、ご紹介いたしますのが、宮崎県都野ワイナリーシラープライベートリザーブ2018でございます。こちらの都野ワインはコンクールの受賞歴におきましては枚挙にいとまがないほど大変、素晴らしいワインをたくさん作っておりますが、スパイシーな香りが特徴の、シラーを使いました、ワイン、非常にこう濃い小豆色に、山椒や黒胡椒のようなスパイシーな香りが特徴の、非常にこう凝縮感のあるワインに仕上がってございます。では、続いてご紹介いたしますのが大分県アジムブドウ酒工房の、アジムワインアルバニージョ2020年でございます。スペインのガリシア地方で、著名なワインを作るブドウ品種でございますが、果皮が厚みがあるのが特徴でございまして、近年日本でも大変注目されてきている品種の一つでございます。その果皮の厚みから、非常にこうアロマが香る、黄色柚子ですとか、ピーチ、ライチ、そういったような非常にこうフルーティーな感じの、香りのします、ドライタイプのワインでございます。こちらレザンドールではワン九州ミュージアム2021の開催期間でございます。10月の14日木曜日から、今月の末までレザンドールの店内でこちらの九州産ワインをお楽しみいただけます。レザンドールの、お料理ともペアリングとしてもお楽しみいただけますし、また、カウンターでの、バー利用といたしまして、飲み比べのセットなどもお楽しみいただけるようご準備いたしております。皆様のご来店ぜひお待ち申し上げます。